はい、鴨の町についてますね、もう。なるほどな、これが鴨の町ですか。高頭は初めてか。タバコはいけんど、高頭。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀用しとけ。ノン兄貴。東京やからな。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院行く。なんじゃ、桐生の兄貴。わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、高頭。桐生の兄貴はな、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。ああ、せやな。少しは遠慮せえ。悪いな。めっちゃ久しぶりやろ。南雲、オンに切る。ええんじゃ。戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。はいよー。はいだよね。そこにね、タクシーあるんで行きたいと思います。はい。初乗り料金730円になります。はいよ。どちらまで行かれますか。警察病院。かしこまりました。はい、それでは出発いたします。ハルトやん。お、起きてる。あ、わいや兄貴、ご対面やな。おじさん、あの、俺少し出てますから。いや、いいんだ、お前もいてくれ。何言うんやろ。うん、天敵か、それは。お前が目覚ましたら、はい、説教してやろうと思う。まあな。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。うん。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。キル泣きそうになってる。おじさん、ごめんなさい。ハルカ、ほんま顔変わったな、なんか。何？手紙書いてんのか、聞いてるのか。お、秋山やん。秋山。いつもの服装やねん。おかえりなさい、キルさん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に、ハルカちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どうか、いい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東条会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を転々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの。いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。だが必ず何とかする。うん。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。ええこっちゃ。ああ、いや、でもそれはハルカちゃんがもし望むならの話で。ゆうたくん。え？な
んで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？邪魔やな。あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴、一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソミヤだ。ああ、ソミヤ。桐生だ。ソメヤ、今話せるか？ええ、四代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。岩見恒夫と菅井の居所を教えろ。うん、あいにく岩見の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。行くんか？待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒夫は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。あんた言うな。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら、四代目、あんたまさか菅井と岩見恒夫を殺す気なんじゃ？やります。驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。はい。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしても、あんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。逃げられるのがオチです。そうか、分かった。みんな連れてったらいいんちゃうもんだ。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。お、喧嘩や。ミレニアムタワーの菅井に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、分かりました。お前は遥たちを頼めるか？それはないでしょう、キリュウさん。ん？カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか？ハルカちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえてきた。おる。今菅井に返しができるってこのチャンスをカムロ町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、やったろう。俺も行きますよ、キリオさん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。まあ、秋山強いからな。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ、秋山声がいいね。山ちゃんやからな。はるかやん。
ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。喧嘩や喧嘩、喧嘩や。必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは？俺ももちろん帰ってくる。はるか、いい子を産んだな。母親にだ。ユミか、ユミ。お前にこんな日が来るのを待った。あ、ユミちゃうわ。はるかって意味やね。思ったよりだいぶ早かったけどな。ちょっと早いな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、うん、それで春とって読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あのゆうたくんはいい人だよ。ああ、わかってる、わかってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いた。そうやな、芝居だな。ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。すごい右ストレートやったな。っていうか、おじさん、ん？無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。せえな、あかんぞ。もう今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。はい、ユータたちがセレナに待って合流しよう。はい、一本道ですね。はい、行きましょう。いやん、ここやね。よ、はい、何や今の声だよ。え、何が、ユータたちを合流し、あ、まだやり残したことがある。やり残したことがない。はい、いよ、いよいよ殴り込みだ。みんな揃ってる。ユータに聞きました。登場会の菅井に殴り込みちゃー言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京もに味合わせちゃりますわ。広島ヤクザ言ったら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。はい、その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。物騒な奴ら歩いてんな。それもうみんなに道開けるわ、ほんま。宮迫さん、ゴリラみたいなの。最上階までね、多分ずっと行かんとダメでしょうね。あー、おるな。もう喧嘩売ってけへんねんな。誰やこのハゲ。どうも、呼んだ夢とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用。行ってまえ、こんなやつ。
喧嘩や。菅井と話がしたい。だがお前らの案内は無用だ。無用や。そこをどけ。まあみんなおるからな。楽ですね。一人じゃないんで。よっ。あ、行くぞ。やっぱ減らしていこうとで。あよ。お前、舐めとったらあかんぞ。ファイン攻撃だ。どうこれ、どれが敵かわからん。なんかわからん。よっ、はいよっ、よいしょ、はいよ、行きましょう、どんどん。待て、出口は、あ、出口というか、入口はこっちか。こっから入ったのかな。あー、もう全喧嘩ですね。なめんなよ、これは。落とされへんかな、落としたんですけどね。まっすぐか。下に降りんねんな。はい、ゴー。うん、よいしょ。バコンな、芝居でいこうか、全員。多分ね、もう最後の方やと思うんでね。頑張っていきます。いいね。なめんなよ、お前。タガシラと敵を間違えてまう、なんか敵みたいやね。見かけ太ってるしさ。よいしょ。まだやるか、お前ら。よっしゃ、行くぞ。普通やりやがったら、お前だけ。おいよ、なしや。おお、まだおるか。どれが敵かあんまりわからん。結構けどみんなもあるやな、味方のやつらも結構削られてるな。はい、倒したね。あ、これ飲んねんな。いいよ。クソ、次から次へと。いや、殺す。ここはわしらで食い止めますけ。キリュウの兄貴たちは先へ。はいよ。俺らかかってこんかい。広島ヤクザ頑張れ。エレベーターを止められたか。止められたよ。まあ秋山おるからね。うわっ、ごめん、全然見てへんかった。止めんなよ、お前。これ待て、今なんかアイテムみたいなのなかった。あ、違うか、そう見えただけか。行こう。ん、これでも階段か、なんか、うわー、なんか持ってる、なんか持ってる、なんか持ってる。あれ当たったらダメですね。待て、さっき向こうまで来た、さっき向こうまで来た。あああかんやろ、あんな。お前、ちょっと待てる。お前、貸せ、それ。2発も食らった。お前、ちょっとあかんの、これ。ゆうた、やばいやん。ゆうた、やばいやん。
と待てよ、待てよ、ややこしいややこしい、待って、どっち、ああ、はいはい、どっちか、うん、あー、おる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 、オッケー、もう、行きますわ、どんどん倒していこうと思う、あよ、ここも片付きましたね、先を急ぎましょう、死ね、危ない、あ、うわっ、大丈夫か、大丈夫か、あ、こいつ芝居立つか、次はどっちだ、動くなユタ、じっとしてろ、すぐに片付ける、ハルカに怒られんぞ、少し我慢しろ、死ねや、ユタすぐ溜まるからね、まあユタにやったな、お前ほら芝居ますボコボコにします、ユタ君大丈夫か、ユタしっかりしろ、だ大丈夫です、これくらい、大丈夫なわけないだろう、じっとしてろ、まあな、こんな大事な時に寝てられるわけないでしょう、秋山、ユータのことを頼めるか、キリュウの兄貴、会いたいわ、動くなって、ちくしょう、ユータ、お前に死なれちゃう、ハルカとハルトに合わせる顔だ、させな、お前は生きろ、生きて二人のこと守ってやってくれ、兄貴、秋山、あとは任せたぞ、もう気流で行くんや、お気をつけて、はい、行きましょう、こっち上がっていくんやろな、多分よ、で、にゃ、こっちか、誰かおるん、なんかヘリコプターか、これは、撃ってくるんか、まさか、ハハ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 、マシンガン、あ、待て、あれ撃つんちゃうか、待て待て、これお前やろ今ちゃうか、普通に撃っててもヘリコプターに勝たれへんやん、絶対あったの、雑魚がお前、もう行くよ、えぇ、ヘリコプターにどうやって勝つんやろ、よいしょ、おいしょ、あのヘリコプターは来えへんのかな、いや、来てるな、ちょっと、ちょっと、あー、待て、なんか出てんな、なんか出てんな、なんか出てんな、待て待て待て、どっから、どうやって来んの、そこなんか出とるよね、あれ、ちょっと待ってね、あ、まだ敵おんのか、とりあえず進んでいったらいいのかな、はいよ、
なめんな俺、なめんな。いやるんだ、しばきます。よいしょよいしょ。なんか ありがとう。こっちに進んだらいいんかな。行きましょう。行ったね。あ、いっぱいある、いっぱいある。誰これで、あんまり まだやるかお前は。OK、 ナイス前蹴り。あーやるかだ。じゃあ蚊にせ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 。これさ、どうやったらいいのかな、ヘリコプターって。まだ追ってくんの。いやいやいや、なんか今持ってたな、持ってんな。あいつからちょっと倒して倒そうか。こいつあれお前調子なんだろってお前。はい、悪く思うなよ。はい、あいよ。よいしょ。はい、あれー行ってんな。あれ何で倒すねんやろね。待て、どっか行けとか出てないから。どっか行け出てないと。待て、これずっと続くんか。なんかあれかな、倒せる、なんかあるんかな。そうか、ちょっとの間あれかな、こういうの繰り返しなんかな。多いな、危ない危ない。あれで倒すんかちゃうよね。このまま何回もやるんかな。そろそろ終わってくるよ。あ、待て、これで撃つんか。ごめんな。お前とやりたかったんだ。てかお前ら誰や。はい、行こう。ごめんな。あいよっしょ。 OK、 まだおんのね。だけど矢印出てんな。あっちやね、行かなあかんところが。はい、待て、これか。撃つんや。ごめんな。はい、これで進みそうですね。はい、出る？何が？ん？電話か？誰だ？あ、いや、あなたがお探しのものですよ、四代目。すごいやね。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。言われとんな。代わりのものに対応させます。誰？代わりのもの？お前はどこにいる？
俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、しばかなかな。てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。はい、ということで行きましょう。どうなってんやろう。